おはようございます。9月6日第775回ポゴナカイアニマラジオになります。今日はねビッグサイトの方に来てて、一泊だけね、土曜日泊まって、今日ね朝日曜日ということで、一泊だけさせてもらい、まあ、仲良くさせている方々とねちょっとお食事をさせていただいたりしました。あいにくの天気でね、昨日はなんか雨が降ってて、今日は今どうなんだろう、今日は雨降ってなさそうなんで、逆に今日の方が、皆さん来やすいのかもしれないですよね。やっぱり雨が降ってるとね、出足が鈍ってしまうというか、まあ今日はいいかと思ってしまう人も出ると思うんで、なかなかね天気っていうのは大事だなとは思うんですけど、とりあえずね今日の写真は、まあ、いつもの止まっている感じなんで、昔の写真をちょっと漁っていたらね、うちの関東クサガメのあのメスの種親の、まあ、種親ってもねそんなに産んでないんですけど、それのね購入したばかりの頃の写真が出てきたんでね、載せてみました。多分豚尾だったんで、そこを隠すように写真を撮ったんだと当時は思うんですよね。ブログ用かなんかに撮ったなと思うんですよね。まあこの頃はねオレンジ色がやっぱりすごい強くて、ああこんなにオレンジがすごくてやっぱり綺麗だなと思ったら、成長するごとにねだんだんオレンジ色が薄くなってクリーム色になっていったという感じなんですけど、まあメス個体なんでねそんな感じなのかなと思っています。逆にオス個体はねずっと色がね出続けてきたという感じですし、まあうちの子供はね本当に赤が身が強いままね成長してるんでね、より楽しみだなと思います。まあオスなんでね発色もすごくなるんだと思うんですけど、なんでまあこのメスとね、その後、両親度さんの CB のオスが来てね、繁殖することになるっていうのはね当時はまあいつか繁殖できたらいいなと思ったけど、まあ現実になるとはねあんまり現実味はなかった気がしてたんですけど、まあ実際そういうふうに、ね、繁殖することができたんで、やっぱり継続して飼育し続けるということはね大事なことなんだなというふうに感じております。まあ今僕の好きなカメって何なんですかっていう話をたまにされることがあって、で結局どうなんだろうなと思うと、まあやっぱり南西とね関東がすごい好きだなっていうふうに思うんですよね。ただまあそれをじゃあたくさんすごい飼うかっていうとそういうわけではなくて、まあ好きなカメであるのは間違いないよねということなんですけど、まあポイントポイントを抑えれればなというふうに思いながら、関東とね南西は飼ってるんですけど、まあそしてねまあメーカー的な理由としてもね、あとは僕のね経験としてもやっぱりいろいろなカメを飼ってね、いろいろな情報を知りたいね、いろいろなね飼育技術を身につけたいというのもすごいあるんでね、まああんまり偏らないようにしようとは思うんですけど、まあ実際偏るしかないんでね、全部飼育するのは無理なんでね、まあ気になるカメをちょこちょこと飼ったりしているような感じです。まあ本当何なんですかね、基本的に言うと一番好きなのはこのね東アジアのカメという感じになるのでね、だからその辺が本当にすごい好きで、なんかやっぱアウロね、マッコード、シェンシーね、まあ、ユンナンとかはまあもう本当に、ま、幻になってしまったようなカメなんでね、ああいうカメっていうのはねすごい魅力を感じるんですけど、じゃあオイソレット買えるものではないのでね、なかなか手に出しづらいなとは思うんですけど、いずれはそういうのもね買っていきたいなと思うんですけどね、ミスジがね幸いなことにちょっと買いやすい金額になってきたんで、僕でもねついに買うことができたという感じです。まあたくさん増えてくればね、手に入る確率は増えるんだとは思うんですけど、まあでもやっぱり繁殖に癖があったりね、いろいろまあ話を聞いてると、まあ種類によってはねこれはなかなか増えづらい、これは増えやすいっていうのがあって、まああとはそのね親同士の相性とかもあるんでしょうけど、まあオス親が強すぎるメス親が強すぎるとかね、いろいろあると思うんですけど、そういうので繁殖がね進んでいかない種類もいるんでね、なかなか難しいものだなというふうに思いながら、見ています。まあただねシビ化進んでる生き物に関してはね増やしてる人が多い少ないねっていうのは別としてもね、まあ、継続して、子供が増え続けていくことだけは間違いないので、まあ、もちろんその生きているものなんでねどっかのタイミングでね、寿命が来てしまうとは思うんですけど、まあ、その寿命の中でね、いろんなたくさんの子供をね、世に送り出していただけるということがね最近はすごい増えていると思いますので、非常に、嬉しいことだと思っています。関東クサガメもね一時期すごい高騰してしまいましたが、
まあ、その後ね落ち着いてきて、今ではねもう普通に買える亀になってるんですけどね。ただ物的に見てみるとね、こんな素晴らしい亀はいないんじゃないかなっていうのを、まあ、皆さんに再認識していただけたらいいのかなというふうに思います。もちろん金銭的な価値っていうものはね、いろいろ考えてしまうとねあるんですけど、まあそれとは別でね、やっぱり趣味という部分を、もっとよく考えてみる必要もあるのかなとも思います。まあ正直関東草亀はね、増やさなくても、買おうと思えば買えてしまうというふうにね、たくさん多分 CB 個体が出てるんでね。ただやはり自分家でね、あの気に入った種親から生まれたね個体、大事にしてきたね種親から生まれた個体っていうのはね、非常に、なんですかね、何者にも変えがたいような気がしていて、まあうちはそんなにねポンポン繁殖できていないんでね、特に、そういうふうな繁殖した、ね、生き物に関しては、思い入れが強くなってしまうんでね、自分家で生まれるとね手放したくないなというふうに思ってしまったりしますね。さて、ビッグサイトの方ですね、まあ、昨日もねいろいろな方に声かけていただいて、まあ、偶然ねあの結構家が近い人とかね、あのいろんな方、まあ、あとはたまたまちょっとそのジムの方の絡みで縁がある人がね、あのまた来ていただいたり、本当にねありがたい話で、ね、いろんな方があのまたお声をかけていただいたんで本当にありがとうございます。今回もね励みになるなというふうに思いながら、イベントの方に行かせていただいています。そして餌の方もね結構反響、いろんな方から声をいただいてね、まあ食いがいいよねとかっていう話で、なんであんな食べるんですかって逆にあの言ってくれる方もいて、まあちょっとね今までの亀の餌とスタイルが違うというのでね、受け入れがたい方もいるのかもしれないんですけど、まああの使い方をねうまくやっていくと、あこういう感じでハマるんだなっていうのがわかるのかもしれないので、まあこれから僕もいろいろ発信し続けていかないといけないんだなというふうに思っています。まあ、あの来年に向けてね、浮上の餌を作るということも含めて、浮上鎮火ね、どちらも使い勝手がいい餌としてね、認知されるように頑張っていきたいなというふうに思っていますので、ぜひよろしくお願いします。で日曜日ね、今日も、亀はいっぱい、会場の方にいますんでね、もう本当最近の爬虫類イベントってね亀がすごいたくさん見ることができるので、まあ、その辺をね楽しみにしながら、イベントに来てね、いろんな方、いろんなお店でねいろんな亀を見てね、あの知識を深める、まあ、もしくは自分が欲しいかもやったらそこで買ってしまうっていうのはねすごいベストなんじゃないかなというふうに思ったりしています。ですのでね、まあ、関東の方ねぜひビッグサイトの方にいらしていただいたらと思います。あとは沖縄の方でね今日、コブジャパンさんのイベントがあるということなんでね、沖縄の方でそのイベントがあるというのはそんなに回数がないんでね、まあ、沖縄の方は楽しんで、まあ、僕のラジオ聞いてる人が沖縄にいるのかどうかちょっとわからないんですけど、ね、沖縄のイベントもちょっと行ってみたい気持ちはすごいあるんですけどね、タイミングがなかなか合わなくて行けてないのが現状ですけど、まあ、いずれどっかのタイミングで行ってみたいなと思います。という感じでね、今日、ビッグサイトの方でお待ちしておりますので、ぜひ皆さんのお越しをお待ちしております。ということでね、いつも聞いていただき、そしていつも声をかけていただいて本当にありがとうございます。今後とも頑張っていきますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。